どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ドライヤーの乾かし方について、また ご紹介させてもらいます。で、最初のちょっとオープニングの動画でも流れたんですけど、結構分け目をパックリ、分けた状態で乾かしている方が結構多いっていうことを聞いたので、今回またしっかりと髪の毛のスタイル、ボリュームだったりとか、形が綺麗になりやすいような乾かし方をちょっと紹介していきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずお風呂上がりなんですけど、こういう風に多分分かれてる方が結構多いかなと思うので、これをまずこの分け目をちょっともうぐちゃぐちゃにもう分からなくしちゃいます。できればもうお風呂上がりはもう何もここは溶かさないようにしていただいて、で、必要なところ、毛先だったりとかをしっかりと溶かすようにしておいてください。洗い流さないトリートメントを使っていきます。しっかりと毛先中心につけて、で、中間だったりとか、まあ前髪とかもちょっとだけつけるぐらいな感じで、しっかりとトリートメントをなじませてください。ホリスティックケアドライヤーの RP を使っていきます。まずは前髪付近を乾かします。前髪に一番最初に分け目がついちゃうと結構もう直しづらいので、しっかりともう分け目をなくすような感じで最初に乾かしてあげてください。次に乾きにくい部分ですね、この襟足のこの辺とか結構乾きづらいので、こっちをまず重点的にしっかりと乾かします。できるだけ根元に頭皮ですね、頭皮に風を当てるような感じでドライヤーをしてあげると結構乾きも早いです。次は分け目のところですね、根元ですね。これはやっぱりこう分かれてパッカリと分かれてしまうので、なるべくまあこっちから風を当てて、次はこっちから当てて、両方から風を当てて分け目をぐちゃぐちゃに分からなくするように乾かしていくのがポイントです。次にサイドの部分ですね。この辺の根元もドライヤー当てていきます。ご自分で入れるときって、まあ前から多分当てやすいと思うので、前からこうドライヤー当てると思うんですけど、ある程度乾いてきたら、ちょっと最後だけでいいので、後ろから前に向かって乾かすようにすると、根元の収まりも良くなります。で、この手順で前髪、襟足の部分、まあ表面の部分とサイドの部分ですね、を乾かすと、まあある程度乾いてきてると思うので、で、最後は毛先を
なるべく上から下に向かって乾かしていきます。ある程度これで面を整えたら乾かし方は終了です。はい、こんな感じでドライヤーの乾かし方をやってみました。で、やっぱポイントなんですけど、本当根元をしっかり乾かすっていうことがポイントなので、まずはこう分け目がしっかりついてないように濡れた状態で、あんまり上から溶かさない、できたら毛先の方を溶かしてて、でももしも分かれてる方がいらっしゃったら、もう櫛とかでいろんな方向にやって分け目をぐちゃぐちゃにしてあげる、その状態で乾かしてあげるといいかなと思います。まずは、前髪から乾かしていきます。ここの部分で分け目がついちゃうと本当に治りづらいので、ここをまず乾かす。で、その次に襟足の部分、ここがあの髪の毛の量が多いと思うので、ここをしっかりと乾かしてあげて、で、次は表面のですね、こう分け目の部分、ぐちゃぐちゃにしてると思うので、それをこう、なんていうんですか、いろんな方向に溶かして、手櫛ですけど、溶かしながら乾かしてあげるとベストかなと思います。で、まあ、サイドの部分の根元、乾かして、毛先を整えてあげると、綺麗に乾くかなと思います。この方法でやってあげると、本当に乾かし方って髪の毛も綺麗に見えますし、ツヤも結構出てくれるかなと思うので、ぜひ皆さんちょっと参考にしてみてください。で、今日使った、ホリスティックキュアのドライヤー、RP っていうシリーズなんですけど、これが、まあ、最近ちょっとまだ出たやつなんですけど、すごい面白いのが、まず赤のモード、さっき乾かしたんですけど、その、ボリュームアップ、猫っ毛とか、ほんと髪の毛の細い方って、こう、ペチャッとしやすい方っていらっしゃると思うんですけど、そういう方に赤のモードで乾かしてあげる。で、根元を起こしながら乾かしてあげると、ボリュームアップが結構出てきます。なので、猫っ毛だったりとか、そういう方には、そういう赤のモードがおすすめ。で、次、青いモード、モイストモードであるんですけど、それはどっちかというと、こう、広がりだったりとか、乾燥してる方におすすめですよね。なので、結構パサつきだったりとか、ブワッと広がる方、癖毛の方は、青いモードで乾かしてあげると、結構ベストかなと。収まりも綺麗になるかなと思います。で、もう一個、キュアモード、赤と青のランプがついてるんですけど、それでやることによって、ちょっと風量は弱いです、正直それは。なんですけど、それで乾かすことによって、ちょっと細かい毛羽立ちだったりとか、かなり抑えてくれるので、かなりこれ、それもこうまとまりよく、仕上がるかなと思うので、青か赤のモードで、髪質別に合わせて乾かしてから、最後にキュアモードでしっかりとキューティクルを整えて締めてツヤを出してあげる。で、細かい髪の毛も収まってくれるかなと思うので、そういう風に乾かしてあげると面白いドライヤーかなと。本当に、季節問わず、髪質問わず、いろんな方に使えるドライヤーになってますので、もう髪の毛のボリュームがない方だったりとか、ボリュームダウンしたい方、髪の毛の乾燥が気になる方、毛羽立ちが気になる方、そういう方に結構おすすめのドライヤーになってますので、ドライヤー探してる方、よかったら参考にしてみてください。この動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。Thank you.